しテレフォン。俺もお前足りてないねん。だろうな、定期的に必要だろうな。あ、じゃあ傘持ってこう、知らんけど、はい、まああると安心ですけど。そうね、あんた安心やな。俺のことどう思ってる？え、俺なんか悪口言ってました？東馬くんってあの僕のことをなんかどう思ってます？それ可愛いよ。さん、はい、ジャニーズですね。さあ皆さん、はい、いきなりですけれども、いきなりな、他のジャニーズメンバーと仲良くしていますか？してないっすね。破天荒やな。破天荒やな。してないっすね。破天荒じゃないからな、それは。お前、周りのグループから評判ええぞ。なるほどないっすね。まあまあ、でもね、他の方も一緒になったりするから。結構ね、他の番組とか、ね、それこそ YouTube とかでも一緒になったりしますね。各グループ一人二人よね。まあ、いるというかな。ということでですね、今回はそんなジャニーズ WEST の交友関係をチェックするこんな企画用意しました。はい、題して、指定されたミッションをいち早く引き出せ、ジャニーズ WEST 仲良しテレフォン。はい、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。どうした、どうした、どうした。ちょっとあきといつもこんな感じなんや。そうやろ、ドキッとする、ドキッとする。待ってね。説明させていただきます。まず2チームに分かれて、1チームずつ他のジャニーズメンバーに電話をかけます。制限時間5分の間にミッションワードをいかに早く引き出せるかのタイムアタック対決になっております。時間内であれば別の人に変えても OK です。そしてミッションワードの中には超激ムズの一発逆転ワードを用意しています。まあ、いわば逆転要素ですね。このワードを引き出したら、もうタイムアタック関係なしに、もうそのチームの勝利です。なるほど。なるほど。まあ、一発逆転を狙って、そのワードを引き出しに行ってもよし。なるほど。はい。ミッションワードを引いて引き出してもよし。なるほど。はい。ただし、直接その言葉を引き出すようなのはちょっとずるいのって話です。はい。で、例えばミッションワードが、愛してる。うん、だから、ちょっと愛してるって言ってくれへん？っていうのはもうなしです。なるほど。言わせる。誘導はダメね。誘導ダメ。そうそうそう。だから俺のことを愛してる愛してないもダメってことだよね。もちろん。そうやな。そうそうそう。で、先に2勝した方がチーム。2勝ね。はい、2勝した方のチームが勝利。はいはい。じゃあ、俺のいつもの地元のやつでいい？いいよ。言うね。グッドッパーでスポポイポイ。前も言ってたな。聞いたことない。お、怒ると。うわー、俺や。うわー、強いな、なんか。俺微妙やで。いや俺、あ、でもほら、え、関西ジュニアとか濃い。あ、そうやな。あ、曲とか。あ、そうやね。曲提供者。グッパで分かるよ。じゃあパーこっち。OK。パーこっち。OK。そっか、大丈夫かな。はい。お前らこっち。ええやん。愛してるって言って。一発やって。一発やって。いくよ。じゃあそれではアキトチームから制限時間5分です。よーい、スタート。こう、お風呂やるやろ。出るかな。いや、出えへん場合もあるよ。仕事やもんな。全然ある。出えへん、こう出ろよ。電化担いだら行く。あ、そう、もう用意しといて。出えへんやんけ、こいつ。携帯電話は携帯しとけよ。あ、じゃあ次。いや、もう行った方がいいから次で。じゃあ折り返し。おい、ジュリー。ジュリーかよ。おい、またジュリー。またジュリー。ジュンと友達おる。おいおい。安倍ちゃんかな。出るかな。忙しいからね。いや、この時間って仕事してない。そうね。急に電話かけたもんな。出ないね。ちょっと考えてね。出そうな。あ、出そうな人行こう。これは出そう。あ、こいつ出るやろな。誰？出るやろ。絶対出るやん。ボリュームマックスね。かかってこいよ。やばい。やばい、もう一個当たったよ。出えへんな、みんな。出えへんな。待って、俺らめっちゃ嫌われてるやん。ちょっと待って、来た、かかってきた。もしもし？まさや、ごめん、今どこおる？今、さっきまで東京来たんですけど、うん。大阪に向かってる新幹線で帰ってます、今。今じゃあちょっと電話厳しい？大丈夫？聞こえる？電波あるって。聞こえた。じゃあ今度ご飯行こうと思って、いつやったらいけるのかなと思って。100万単位の別にご飯とかでもいいから。行くやろ、そんな。うん。
100万単位でも全然いいから。うん。ちなみに何食べたい？焼肉食いたいです。焼肉？牛と言っとく？ほんなら。牛と言っときたいですね。言っときたい。食われてる。お前ちゃんと食べられる？めっちゃ小食なんですよ。めっちゃ小食言ってもいいです。最高。めちゃめちゃ小食なんですけど、牛と言っときたいです、ね。あ、まあ、ほんならちょっとまたかけ直すな。じゃあ今度。すいません。ほんなね。お疲れ。かっこいいよ。言うか。引くやろ。100万点でこの先輩と。100万単位で何十人連れて行くんですか。次だね。次だね。あ、勝手です。誰だ。あ、お疲れ。もしもし、何してる？リズ君、今俺仕事終わって言いますよ。あ、そうなんや。はい。めちゃくちゃさ、はい、単刀直入に聞くけどさ、はい。俺のことどう思ってる？え、何ですか？いやいや、聞きたくて。え、俺なんか悪口言ってました？いやいや、そういうわけじゃない。担当直入にほんま、騎士…え、なんて？え、大好きっすよ。怖いんすけど。あ、マジで？いや、俺も騎士のことめっちゃ大好きやねんけど。いや、でももっと欲しいな。もっと、騎士もっとくれ。俺ちょっと今、ちょっとさ、落ち込んでてさ。はい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 、はい。もっと欲しいな。もっと欲しい。もっと欲しい。騎士もっと欲しい。大好きじゃ足りない。大好き大好きじゃ足りない。愛してるんですか？よっしゃー！ありがとう！騎士ありがとう！なるほどね。騎士くん！はい。あ、ウエストのキリアパレス。なんで？早っ！俺が喋り出したの？これ分かんない。いや、なんか俺が流星くんに変なことなんか言ってるのか分かんないですけど、そんな変な噂流れてんのかなみたいな。心配になっちゃったね。なんかどっかで違うね。岸が悪口言ってんのが俺の耳に入ったと思ったんや。そう。岸。はい。重岡です。お疲れ様です。ほんま流星の悪口言ってるやろ。言ってないっすよ。命かけて言ってないっすよ。こいついつも VS 魂のね、収録の合間にもうずっと俺の楽屋をもう。あ、そうなの。でその時に俺に楽屋で喋る時声ちっちゃいっすって言われて。そう。それはありますね。YouTube の企画で。ごめんな。そう。ごめん、岸、ありがとうな。ごめん、急にかけて。ごめんな。逆にありがとうございます。すみません、本当。いい。そういうことで、岸のおかげで。ワード出せました。ありがとうありがとう、岸。愛してるしか。ゆずくありがとうございます。ありがとうね。また VS で。じゃあね。ありがとうございます。はい。よっしゃ。イエーイ。助かった。ナイス。よしよし。岸くんか。36秒でしょ。一発目に好きですよが来たのちょっと嬉しいな。そうな、でかいな、それでかい。じゃあこれってかっこいいとか言われたとてってこと。そう、もう結局だから4分36秒以内に愛してるが3と負けなんですよ。まあ全部出そうよ。じゃあ、お、あ、全部かっこいいとかかわいい、あと愛してるの。うん。じゃあ俺らも行ってみるけ。それでは言いそう仲良しテレフォンスタート。覚えてみるか。じゃあ誰なんだ、みんな。こういう関係がわかんないしね。あ、マジ仕掛けましたね。話してやな。このアイコンはあいつや。お、はい、もしもし。お、マジでケント。はい、どうしたの。あ、全然元気してる。あ、元気してるよ。どうしたの。なんか年明けてちょっとさ、早うちにご飯行こうぜ。あ、そうやね。なんか俺、行きましょう。俺もお前足りてないねん、なんか。マジで。あと光るな。まあ、だろうな。定期的に必要だろうな。そうやねん。え、マジで？なんか改めてやけど、そうやって言ってくれるのってやっぱええー、なと思ってな。ああ、そういうことね。ごめん、急にこんな電話して、ね、あれケント、ケントさ、マジでぶっちゃけどう思ってんの俺のこと。いや、なんかその、どう思ってんのかなみたいな。なんか今日気になることはもう口に出して聞いてみようと思ってな。え、どういうこと。いや、シンプルにどう思ってる。え、シンプルにどう思ってる。いや、シンプルに。あ、やばい、ちょっと。あ、せんな。あ、やばい、ちょっと待って。電波、あ、待って、やばいわ。ああ、
切り方変なんですよ。すげえ。切り方変なんですよ。すげえ。すげえ。確かに電波が。語りそうや。語ってくれそうや。まさかどにかけてくれ。まさかど。寝てんじゃん。もしもし、お疲れ様です。もしもし、まさかど。はい。まさかど、ミュージカル来られへんの、はい、いや、2月行けそうなんですよ。あの東京はちょっと無理そうですね、もう。芝居してる時の俺ってどんな感じどんな感じ、うん、なんか聞いてみたくて、後輩に。どんな感じ。でも、シンプルでいいよ、素直に。シンプルにですか。うん。僕はもう、小滝くんとかそういうのじゃなくて、もう普通に作品とか物語に見入ってました。見られてないな。シゲはどう、どんな感じ。なんか すごいパワフルな印象あります。ああ、そうだね。かみちゃんはどんな感じ。繊細な感じですね、一言で言うと。1分で負けるわ。オッケーオッケー、またかけるわな。何すか何すか何すか。いや、またかけるわな。また連絡するわ。はいはいはい。全然言わへん。どうする。やばいやばい、あ、やばいぞ。小滝くんとかじゃなくて作品を楽しんでます。ちょ、俺以上に真面目なやつおったかもしれない。超真面目だったね。カミちゃんだな。カミちゃんわからんな。カミちゃんだ。普通電話誰。ほんまや、ないんじゃん。まあ、誰やろ。もうすぐやね。さあ、あと30秒。これ30秒。そうね。カミちゃんのライブ見てる。誰やろ、誰やろ。繊細か。ごめん、電波復活したわ、ケント。はいはい、電波大丈夫。あ、今電波大丈夫。あ、電波大丈夫。あ、やばい、ブルーリかもしれん、ごめん。電波やばい、ケントごめん、ケントごめん。終了。あー、終了した。くそくそー。ケントがかわいそうな。ケントごめん。ただただケントかわいそうやんけ。なかなかむずいな。これはむずいわ。ケントが怒ってる。はい、大丈夫。電波ちゃんと電波。なんだお前。怒ってるやん。どうしよう。2回戦。いや、まだ2回戦は。2回戦あるからね。まだ着名したらあかんの俺。まだまだまだダメです。なんか誰に電話をしてたの。誰に電話をしてたの。トーマくんです。あ、トーマくん。えマジか。出てほしかったな。出てほしかったな。なんじゃもんじゃで出てきたあのトーマくん。なんじゃもんじゃで出てきたトーマくん。あのトーマくんです。トーマくん。トーマくんです。トーマくん。さあ、まず1回目は全員勝ちました。よかった。いや、すごいわ。あー、くそー。トーマくん、かかってきた。うん、かかってきた。じゃあもう行く。ほんなら、行きますか。仲良しテレフォンスタート。よし、じゃあかけ直します。かかってきてたの。結構すぐかかり直してきた。あ、マジで。どんなだけ電話しちゃうの。ね、すごいじゃない。喋っとるの。もしもし。あ、お疲れ様です。はいす。あ、神山です、トーマくん。あ、そうです。あ、ご無沙汰してます。ご無沙汰っす。あ、なんかまたちょっと近々飯行きたいなと思ってて。うん、行こう。はい、また行けたらいいなと思うんですけど。今どんな感じなの。今は、あの、比較的落ち着いてて。うん、そうか。そうっすね。行こうよ。どっか行きたいっすね、また。ねえ。ね、いや、トーマくん、また一緒にお仕事もしたいなと思って、この間舞台も終わって。うんうんうん。トーマくん、お忙しかったですか。そうなんだよ、行けなかったんだ。うわぁ、見てほしかったな。そうだよね。そうなんですよ。え、トーマくんって、僕のことを、なんか、どう思ってます。何どう思ってはるのかなーって。それ、かわいいよ。かわいいっすか。かわいいよ。かわいい。こんなかわいい後輩どうっすか。何どうしたの。いや、僕も本当かっこいいと思ってます。ありがとう。はい。ま、トマト、後でまたかけ直します。すいません、トマト、後でかけ直します。すいません。OKOK。すいません。すぐかけ直します。少々お待ちください。すいません。はいはいはい、はい。あ、そうそう。どうした。あ、光元気。光うん、元気で、なんで。俺むちゃくちゃ元気やね。なんかな、最近座ってる、座ってる。あ、マジで。まあ、知らんけどな。どうしたの。そりゃそうや、そりゃそう。今光何してるの。
俺ね、もうちょいで、あのデビュー配信みたいなやつ。あー、そっか、デビューのやつか。うん。え、あ、あ、なんだよ。ヒカル、ちょっとどう思ってるよ、俺のこと。シゲのこと？うん。あー、笑顔が素敵で、懐もでかいし。おう、思ったことない。いろんな人と仲良くなれるのは天性だと思うし、うん、周りを笑顔にさせる力がある人だなと思うかな。あ、そうなんや。ヒカル、俺も最後に一言だけ言っていい？もう切らなあかんねんけど、愛してるよ。お前が言うのかい？シゲが言うのかい？シゲが言うのかい？いや、のんちゃんさん真面目優しい子やな。スエザーにかけています。スエね、関西人いたか。出るで。そらもう結構知らんかったら、ヒカルがかかってきた。ヒカルがかかってきた。あ、ちょっと出んかったら手へんのこっち。これ俺も汗かいてる。残り1分。ごめん、ちょっとヒカル、まだ喋ってる途中に切るのよくない。ごめん。普通に怒られてるやん。ごめん、ヒカル。ごめん、ごめん、せやんな。いや、まあまあ、別にいいけど、うん、うん、ごめんな、喋ってる時に来て。じゃあバスっていうのは、うん、そんな切られた側はさ、マジでそう、俺はいいけど、せやな、学校先生みたいな、なんか切れちゃったってちょっと悲しくなっちゃうからね。そういう風な雑な扱いは俺以外はしない方がいい。マジでええやつやな。まあその通りやわ。やっぱお前は芯が取っててええわ。まあちょっと行こうぜ、ケントとヒカルと3人でご飯行きたいわ。いや、それは俺も思ってるから、ちょっとシゲが忙しくない時に言って。オッケー、分かった分かった、ありがとうな。うん、ほんまやねと。まあ知らんけど。あ、知らんけど、じゃね。バイバイ、ありがとう。じゃね。はーい、終了。めっちゃ汗かいてる。大丈夫、何もいてるよ。めっちゃ説教されてる。めっちゃ説教されてる。プライベート説教や。そうやって、ブツって切るのは本当俺以外には やらない方がいい。ちょっとキュンとしてんけど。いや、男らしいな。ね、あ、イメージでも男って感じやな。夢の中っていうね。俺、ヒカルとケントに嫌われて終わるかもしれない。仲ええのに。めっちゃ汗かいてるやん。北斗は？あ、北斗いける。じゃあ北斗から行く。北斗から行くじゃん。浜ちゃん映ってないから今、あんまり。映ってないみたいな。映ってない。映してもらおう。じゃあ行きますよ。行こう。はい、それでは仲良しテレフォン、スタート。北斗もいるもんな、だってスノーマンとスカウンスカウンス。浜ちゃんのこと好きやん、めっちゃ。北斗言うかな。言いそうじゃん。キャラ的にどう？浜ちゃんとの絡み言ってたら言いそう。頼む、出ろ。北斗。北斗。今あれ、準備してるじゃん。そうだよ。あ、何時からやろ？10時。次準備して、ちょっと一回切った方がいいじゃん。赤、行こう。次は阿部ちゃんね。メイクとかもして。阿部ちゃんも準備してんねん。そう、だからここも準備中かもしれんね。阿部ちゃんも行くんだ。阿部ちゃんすごい。あ、もしもし。阿部ちゃん、お疲れ。お疲れ様です。なんかデビューイベントあんの今日？え、はい。あ、今から。あ、今から。ごめんな、ちょっと忙しい時に。いえ、全然。うん、この間ご飯ありがとうね。いや、こちらこそっす。うん。ありがとうございます。また行こうな。いや、もうぜひぜひ。俺めちゃくちゃ暇やねん最近。知らんけど。え、いやこの前なんか代役でやられてませんでした。あ、 MC な。そう東野さんのな。はい、やってめちゃくちゃすごくないですか。いや、でもあんな楽勝やで。知らんけど。いや結構簡単やねんけどな。あ、じゃあさ、あのさ、ごめん。いや、ちなみに明日って天気どんな感じなの？明日っすか。明日天気、明日どうだったっけ。うん、東京とかは結構曇りだった。あ、曇り。あ、じゃあ傘持ってこう。知らんけど、はい、まあ、あると安心ですけど。そうね、あると安心やな。ちょっとまたじゃあ連絡するわ。ちなみにスノーマンのメンバーのこと、阿部ちゃんってどう思ってんの？スノーマンのメンバーのことですか？そう、メンバーのこと。なんか一言伝えるなら、なんて伝えたい？メンバーに。今ちょっと 目の前にいますよ。うん、いいよ。だから伝える感じで言っちゃってよ。うん、一言で伝えるな。今一緒に、なんていうかな、その9通りの輝き方で、その中で、ね、横に並んで、うん、みんなで同じ方向を見れてるのが幸せです。あ、すごいやん、素敵やね。うん、はい、ごめんな、忙しい時に。
ちょっとまた連絡するね。ごめんね、急に。はい、うん、はい。ちょっとまた連絡するわ。ほなね、バイバイ。あとで、次、ハマちゃんいます。いや、なかなか言わんの。いや、言わんよ、真面目やな。やっぱ知らんけど、ミキサー。2つの、ハマちゃん。むずいか。知らんけるかな。誰も電話に出てくれない。ハマちゃんって意外と人望ないんや。そうね。ミヤッチも言ってくれる。ダメだ。ミヤッチは。ちょっと俺もジュリー買ってくる。ジュリー。そうね。こいつも言うと思うね。すぐ言うやろ。知らんから。言う。おおどうしたじゃないのよ。何時から何時から本番？何時から本番？10時ですよ。あマジで。俺も行こうかな。知らんけど。はい、え、めっちゃ邪魔ですよ。おい、邪魔ってなんやねん、お前。じゃあもう、はっきり一発で言葉ちょうだい。俺のことどう思ってる？桐山くんのことを、うん、どう思ってるか、どう思ってるか一言でバシッとちょうだいよ。友達。頑張ってください、ケイト。失礼しまーす。やばいやばい、時間が30秒じゃない。こいつ舐めとんわ。知らんのかい、こんなむずいんや。あ、お疲れ。お疲れ様です。今大丈夫？今大丈夫？大丈夫ですよ。なんか次の VS 魂の企画、なんか浮所のなんかソロコーナーみたいなの始まるらしいで、知らんけど。ソロコーナー？知らんけど。待ってください。ウエストの桐山です。ごめんね、今ちょっとウエストの YouTube 撮影をさせてもらってまして。見てますよ、僕めっちゃ。マジで何見た何見た。え、ドライブ、ドライブ。いや、初期、初期やん。すげえな。ドライブ。おー、俺が寂しいな。いや、ありがとう、ありがとう。ごめんね、今ちょっとワードをね、言ってもらうゲームをしてたんよ。それで知らんのかいって言ってほしかったんけど、ちょっと俺の誘導の仕方がね、甘かったみたいな。ちょっとだけ、あれでしたね、ちょっとだけヘタッピーかもしれない。ヘタッピーみたいな。ヘタッピーやったな。しばかないでください。かわいい。いや、かわいいんですよ、こういうとこはあるんですよ。いや、ありがとう、ごめんね。ごめんね、ごめんね。ありがとう、ありがとう。はい。いや、面白いな。またね。むずい。なんかやっぱこう、はい、電話通して第三者とメンバーが絡むのみたいな、やっぱメンバーの対応もさ、確かになんかちょっと違うね。違うね。かみちゃんのガチ後輩電話めっちゃ重かったな。はい、OK。それでは仲良しテレフォンスタート。じゃあまず宮地かけるね。出るかな。宮地。まずやな。出るかな。出なさそうやな。いや、出る。宮地は出る。出んな。よし、続いてじゃあ渡辺翔太。お、あー、しゃべる。いけだ渡辺翔。すごい、みんな、なんか俺動くの。めっちゃ電話かかってくる。でもあいつらさ、10時からじゃなかったっけ。でも工事からは帰ってきてるけど返してないっていうね、今。ウエストからめちゃくちゃ電話かかってくる。何やねん。ごめんな、ほんま忙しい時に申し訳ね。あれ、せいや出えへんかったっけ。せいや出えへんかったんだ。かかってきたやん。うん、あー、厳しそうかな。先輩だけど。なんで、やばいやばい。誰かかける。誰も出ないじゃない。一応せいやにもう一回かけてみるか。かけてみて。これで出たらおもろいんだけどな。こたきの出えへんくて、俺のには出るってやっとしいな。せいや、 A グループのスウェザー君です。おい、せいや。お疲れ様です。おい、お疲れ。何しよん。お疲れ様です。あ、今関西帰ってきたわ。あ、関西帰ってきたんや。そうっす。あ、そうなんや。関西どう？あったかい？あったかいっすね。あ、そうやんな。あったかいと思うわ。知らんけど。で、知らんのかい。おい、何秒。おい、せいや、ナイス。ナイス、ナイス。早い、さすが。今、YouTube 撮影してて、そう、この電話した人に知らんのかいっていうワードを引き出そうっていうゲームをしていましたね。あ、なるほど。俺の電話今出てくれたやん。はい。さっき他の人からもかかってきてるはずなんよ。はい、かかってきてました。え、何してたん。いや、気づかんくて、うん、で、かけ直したんですけど、出んかったんで。あ、かけ直したんですけど、出えへんかった。はい。た
さ今やチャレンジ中や。あ、チャレンジ中にかけてたんや。あ、そうなんすね。あー、なるほどね。そうか、ごめん、小滝無理なんでやねん、なんでやねん。いえ、ごめんな、ありがとうね。すいません、ありがとうございます。ありがとう、センキューです。はいはい、じゃあね、バイバイ。はい、よし、でも出たよ。よしよしよし、2分25秒。さすが、早かったね。てか、浜ちゃん、浜ちゃん出んかったな、宮地な。あれ俺誰も電話せへん。やっぱ怖い人なんや、裏では。ちゃうよ、しかもかけ直しても来へん。仕事なんやで。仕事そうなんかな、忙しい。さあ、じゃあこの2分25秒より早く引き出せたらそっち。そっか、めっちゃ早いで。早いな、うん、結構もうすぐ早いから。でもまあ半分ぐらいやな。うん、そうやな。では行きましょう、仲良しテレフォンスタート。行こう、行こう、はい。誰やろう。ユーマ。あ、ユーマ、山ユーマね。最速の可能性ある。うわ、絶対言うわ。確かに早そうやな、関西人言うわ。うん、おい、もしもし。久々ユーマ。うん、ユーマ、俺今芝居やってるよ。あ、マジで。うん、忙しい今。今ライブのリハしてる。あ、そうかそうか、ライブして、ライブのリハか。かっこいい顔して。絶対見に行くわな。いつやるか。え？あるよ、知らんけど。おい、え？何芝居はどこでやってんの今？日生劇場。日生劇場やったと思う、知らんけど。おい、知らんかい。何やねん、テンション高いな。ありがとうございます。ユーマーすごいな。今 YouTube 撮影してまして。はいはいはい。その知らんの書いてワード引き出そうということで。なるほど、そう、そういうこと。今だからみんなおんねん、ウエスト。ああ、しげ。おい。おうおうおう。久しぶりやな。おうおうおう。まあね、同期やからね。まあな。だって小滝ちょっとテンション高くて気持ち悪かったやろ、だって。いや、気持ち悪かったよ。電話とかせんもんな、あんまな。ありがとうございます。飯行こうな。うん、行こう。ライブ頑張ってや、ゆうま。ああ、ありがとう。おう。行くわな。あ、じゃあもうそれだけ？終わりましたね。うん、オッケーオッケー、ゆっくりして。はい、おやすみ。おやすみ。バイバイ。はい、はい、早かった。いやー、お見事、すごいすごい。さあ、タイムは1分38秒。うん、見事こっちの優勝でございます。うまいわ。まあだから一勝一勝で全然じゃないですか。イーブンですね。イーブン。いやいやいや、すごいね。あー、すごいね。まあこれやってみた結果、シゲがケントとヒカルくんから嫌われるとね。ちょっとフォローでも入れとこうかな。ヒカルはもうデビュー、あのあれが始まったからさっき入れてんけど。そういうことか。そうそう、ヘビね、ヘタ。ほんまにこれはバチってんな。そうね、ちょっと用事になったんちゃう。なるほど、入ったライバルステーならんから。家おんねやったらね。大丈夫や、みんなでおんのするか。せー、大丈夫、言ったら理解してくれるから。大丈夫大丈夫大丈夫よ。まあ、かかってきた時に喋っとくか。うん、そうね、そうね、うん、それで大丈夫。じゃあちょっと近くを、トマくん、行くか。収集説明をして。もしもし。はいはい。あ、お疲れ様です、トマくん。うん、疲れ疲れ。すいません、先ほど急にお電話してしまって。うん、どうした？今実はジャニーズ WEST の YouTube 撮ってまして。そうか、そうだったんだ。そうなんです、今ちょうどメンバーも全員いて。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。急に。おーす、何されてたんですか？え、じゃあさ、はい、他のジャニーズの人たちにも電話して。はい。その成功した人いるわけ？成功した人いますね。おー、すごいね。すいません、お忙しい時に申し訳ないっす。全然大丈夫っす。すいません、なかなかみんな会えないけど、はい、会ったらちょっとよろしくね。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、お忙しい時に。またご飯行きましょう。行こう行こう。はい、はい、ありがとうございます。おいしい。はい、撮影頑張ってください。はいはい、ありがとう。はい、失礼します。はい、お疲れ。はい、優しいね。優しいね。フォローもできて、まあできてね。またこれ終わって、またぜひ。はい、はい、ということで、仲良しテレフォン、はい、無事終了ということで、はい、おめでとうございます、勝利。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャレンジ WEST リラックスキング。これ、これは何？
俺のイメージはメインと副菜って感じ。メインメインってことだ。